トルさんは全て受け入れますよね。受け入れる。器が広いと。お金取られても受け入れる。そこは突っ込みづらいっすよ。もうなんとなくだけど、いやもう俺は無理だねそれは。楽しい話題に行こうか。楽しい話題、はい。クパーラメ。何クパーは豆って。豆？クパー？豆ってまたいやらしいな。何がやねん。何がよ。クパーはクパーでしょ。ああ。開いちゃった。開いちゃった。で豆？ああ。これは縦開きだきた。豆。ラメ。ラメか。ラメなんて本気で言ってるって言ったら俺それこそ引くわ。ちゃうんだよ。聞いたことねえよ。ダメ。都市伝説じゃねえよ。ダメ。そっか、好きな芸能人も行っちゃったな今ね。行っちゃったね。昔ゆかだって。いやわかるよ。スカート似合うしな、昔ゆか。チョコレートディスコ可愛いね。俺歌えな、あんまり歌えないけどパフューム入れちゃうもん、カラオケとかでも。映像が見たくて。プロモーション見ろ。そう。あ、撮っちゃってるよね。いつから撮ってたっけ。さっきクパーのあたりから。それも深夜放送じゃないですか。パスワード入れないと聞けないようにしないと。カットです。じゃあ続き。呼び名、なんで呼べないの。カッコつけてるみたいで嫌だから。じゃあカシユカって呼べないの。多分カシユカと付き合えるとしたらユカちゃんとかって呼んでそうな気がするね。カシユカちゃんとか。ユカって呼べないの。あー、なんかそのカッコつけてる感じがする。もうすごい俺カッコいいって感じがする。そのカッコいいってなんでそう思うわけ。カッコつけてることにはならないじゃん。ただ名前呼んだだけじゃん。なんか上に見てる感じがするの。呼び捨てにしてるっていうことは立場が上だっていうことで。上っていうか、なんかキザな感じがしてしまうよね自分の中で。なんでだろう。何が理由ってわけでもないんだけど。向こうはじゃあ向こうが下の名前で自分を呼んできてたらそういう場合はあんま得意じゃないねそれは。合わせたりはしないんだ。あ、もうやめてって、なんか嫌だ。ちゃん付けしてって、チュチュチュって。そうだね、ちゃん付けがいっちゅちゅみたいな。言わねえよ。まあでもなんか、サトル大丈夫なの。サトル大丈夫。サトル大丈夫っちゅちゅ。サトル大丈夫っちゅ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 かピカピカピカチュウピカ。似てないしね。カットだなこれ。ていうか完全に頭おかしい人だった。そうだ、脱線大好き。脱線大好きね。じゃあ呼び捨てじゃ呼べないのね女の子のこと。基本はね。さやきとか、まあ実在しない人の名前言うけど、さやきとか。そうだね、亀井ね。亀井で。それはもちろんそうだよ、亀井でだよ。さやきとか言えない。さやきちゃんなんだ。さやきちゃんって言わないとダメ。なんかちゃんでこう収まる感じ。あ、ちゃんが一番いいのかな。うん、そうだね。
かもあだ名が一番いいよ。俺下のあだ名で呼び捨てにした時に〇〇って言った時に、いやそれムカつくからやめなって言われたいやって言われたね。言われるとムカつくって。あだ名でダメなんだ。あだ名じゃないのか、それ下の名前。呼び捨てか、うん、やっぱ嫌な子は嫌なんだよ。言われたいっていう子もいるんだろうけど、嫌な子もやっぱいるんだよね。女の子にはちゃんをつけると。そうですね。俺の意見としてはまあそれも受け入れるよ何でも受け入れるね。何でも受け入れる、すごい。もう手当たりしないにチュ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 。それは軽いや何でも受け入れるよ。攻めてるやん、チュ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 攻めちゃった。攻めちゃったね。いかんいかん、受け手に回る、はい、あじゃあ次、じゃあ次、はい努力はしてますか？何か恋愛において、恋愛において相手に好かれるためにはとか、あの人に近づきたいなっていう時に何かこう努力してますか？俺よいしょすごいよ。あ、よいしょ作戦。よいしょっていうか太鼓持ちっていうか太鼓持ち、うん、なんていうの、気分がやっぱり良くない、良くさせたいじゃん。そっち行っちゃうかかな、なんていうの、そこまで露骨にしないけど、やっぱ最低限の部分を抑えとくっていうか。マジか。あ、でも素直でしょ一応。嘘ついたりとかしないでしょ。そう、嘘はつかない。そこは絶対嘘は、嘘ついてわざわざその大げさに言ったりとかもしない。ポイントポイントで、あ、今ここでこういう言葉を言われたら絶対嬉しいよなって、自分は嬉しいなっていうことを相手にもしてあげる。なるほどね。なんかこう会話の中で、例えばあのパフュームの中でカシューカが一番可愛いよねって言って、向こうはノッチが好きとか言ったら、ねえ、ノッチはあんまり好きじゃないんだけどとか言ったりしない？あ、実際はそう思ってても言わないとか。そこはでも言っちゃうかも。あ、言っちゃうんだ。俺言うね。全然太鼓持ちじゃないじゃん。違う違う、なんて言うんだろう。あ、難しいな。例えばそこで俺がノッチあんま好きじゃなくて、いや俺カシウカ好きだけど、じゃあノッチのどういうとこが好きって聞くんだよ。で、こういうとこがこういうとこが可愛いでしょとか、こういうとこいいんだよって言われたら、あ、俺そこ気づいてなかった、ちょっと今度からそこ気ぃつけて見てみるよとか、やんわりと。で、数日後に、まあそこ自分が実際気づいたらだけど、いや、この間話してたさ、カシューカの話だけどさ、可愛いねって言ってでしょってとか、そういう次につながる会話にもなるし。なるほどね。なんかそういうとこかな。テクニシャンだな。テクニシャンなの？どうなんだろう。あ、でも俺それ言ったら太鼓持ちではないのか。なんて言うんだろうね。嫌がることはしない。なるほど。常に自分の発言に対して相手の反応を予測してみたいな。あ、いい方向に持っていく。多少そういうのは考えてると思う。それはもう付き合う前からそうしてて、付き合ってから変わるとかじゃなくて、もうずっとそのスタンスを貫くと思う。
じゃあそういうのさ、キュンキュンっていうのとはまた違うかもしれないね。別っぽいよね、うん、キュンキュンってするんだったらファッションの方が、ファッションか、近いかな。あスタイルもかかってくるし。そうだね、その基盤があってこその、そう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 、組み合わせっていうか、おおみたいな。どういうのがそのファッションでもキュンとするの？どんなのだろうね。定義はないんだ。定義はないね。でも女の子らしいのがいい。ボーイッシュなのはちょっとガーリーな。ガーリーな。私女ですっていうところを見せてほしい。はいはいはい。あ、じゃあやっぱスカートの方が好き。そうだね、スカートいいね。なるほどね、いいよね、ひらひら可愛いよね。いいねレースとかね。あー可愛いね。でもさ、ほらスタイルを見たいんだったら、そのスキニーだったりなんかそういうパンツ系っていうのもあるじゃない。あるね。ああいうのではキュンキュンはしないんだ。あそうね、よっぽどね、良くないとそれは。まあね、苦しいね。確かにね、まあ、ある程度ね、スカートとかやったらごまかせたりとか、他にはない。まあバニーガール萌えっていう、好きやなだってあなた漫画でもバニガじゃないですか。はい、書いてますよ。書いてますよね。自分の住んでる地区1書いてますよ、バニガールはね狭いね、地区って、はい、バニガールの何がいいの？耳？尻尾？いや、こうなんていうの、大人っぽいセクシーさプラス美脚みたいな、はい、あー足好きなんだ。足好きだね。うわー足かー、なるほどね。はは、網たい？網たい。俺網たいの良さが全然わかんないんだけどさ。おお、いいんだ。まあ網たい履いてる女の人ってなかなかいないと思うけど。そうだね、そういう、まあリアリティはないけど、まあそういうフェチなるほどね、はい、じゃあ逆に、せいでこれは NG、はい、というものありますか？あります。来た来た。それはタバコを吸う人です。タバコダメだ。タバコダメだわ。私タバコダメですね。タバコはダメだな。サトルさんもそうですか？どんな女の子でもタバコ吸ってたらダメだな。アウトでしょ。ダメだな。ダメですよね。どんだけ似合おうとしても、いや似合う女の人でも無理だね。そう、なんかね、その言ったじゃん、やっぱ友達でもさ、タバコとか吸っててもあの人似合ってるっていうか様になる人はいっぱいいるけど、その人のことをこう好きになろうっていうか、そういう意識では見れないよ。そうだよね、うん、だってチューとかしたらさ、タバコのあの味がするんだよ。タバコダメだわ。ダメっすよ。タバコダメ、絶対。そこが一番ダメだと思う。あのさ、メモ帳にタバコダメ絶対ってさ、標語みたいになってるんですけど。そう、突っ込んでほしかったんだ。なるほどね。いじめダメ絶対っていうのをもじったの
これたまにさ、どれが順番的にこう最初か分かんなくなるの。